You're listening to Shibuya Cross FM。矢崎きなのシネラジ&オトラジ。It's showtime。こんにちは、矢崎きなです。シネラジ&オトラジ。この番組は映画と音楽の楽しさを渋谷から発信していく番組となっています。ということで、これまで不定期放送だったシネラジが毎月第3日曜日の月1放送となって今日からスタートします。ということでありがとうございます。いやー、これ本当に私レギュラーのラジオ今一つ別でやらせていただいてるんですけど、自分がパーソナリティとなって話すのはちょっと初めてで、ゲストをお迎えする立場になっていいのかなという不安がもうめちゃめちゃあり、今日来るまではもう全然緊張してなかったんですけど、もう今ここ座った瞬間もうずっと心臓バクバクしてて、もうみんなに心拍数聞いてほしいくらいもう心臓ドキドキしてるんですけど、ちょっとなのでちょっとミスも多々あるかと思うんですけど、皆さんリスナーの皆さんに助けてもらいながらやっていきたいなと思っております。この番組は日曜日の夕方ということで、これから1週間皆さんに頑張っていただけるような明るさとか元気をお伝えできる番組になったらいいかなと思っております。よろしくお願いします。タイトルがシネラジ&オトラジになってパワーアップして帰ってきました。で、タイトル通り映画と音楽をテーマに楽しいトークをお届けしたいと思います。で、私は普段映画、よく見るんですけど、最近だとやっぱサブスクで配信で見たりとかも多いんですけど、この間映画館で見たのはあの怪物という映画で、もうあれはすごい良かったので、ぜひ皆さん見てない方は見てください。と、音楽だったら私は結構いろんなジャンル聞くんですけど、ブルーノマーズさんとか好きで、昨年に東京ドームで公演されてて、それも行ったりしたので、来年もブルーノマーズさん東京ドーム来るということで、そこも行きたいなというふうに思っております。この番組は豪華ゲストをお迎えしてお届けしたいと思っているのですが、今まで自分がゲストという立場だったので、本当に自分がパーソナリティとなって相手の方のね、なんか引き出してお話を引き出していくのは本当できるかなっていう不安でしかないんですけど、とにかくね、今日は初回なので皆さん温かい目で見守ってくださいね、失敗しても。ということで、はい、シネラジとオトラジの説明は完璧にできたと思っておるので。続いて私の自己紹介を改めてしたいと思います。矢崎きなです。普段はお芝居とか CM 出させてもらったり、女優のお仕事をさせていただいています。で、このお仕事始めてもう8年くらい経って、最近、ラジオも出させてもらったりとか、ドラマも配信されてるのもあるので、そういうのも皆さんに見ていただけるものもなんかあるかなと思うんですけれども、私は趣味と特技が阿波踊りっていうのをもう結構大々的に言っていて、もうそれはいろんな番組とか出る時にいつも踊らせてもらってるんですけど、これ皆さん阿波踊り分かります？分かります？踊ってくれてる。なんかでもこれ阿波踊り知ってますかっていうと、結構皆さん盆踊り的な感じで間違えてるわけじゃないけど、盆踊りとちょっと似たこういう感じでちょっと踊るんですけど、阿波踊りはなんかこういう手をなんか前後に動かして太鼓とかの音に合わせて踊るみたいなものなんですけど、これは夏といえば阿波踊りという感じで、阿波踊りといえば矢崎きなみたいな感じでちょっと覚えて帰っていただけたらなと思います。そう、なんだろうな、何話そう、なんだろうな、渋谷、そう、ここは渋谷だから、もう今日来る時も思ったけど、めっちゃ人多いし、もう今日暑くないですか？やばいですよね。もう外で見てくださってる方いるんですけど大丈夫ですか？
あ、大丈夫、ちゃんと水分補給。あ、ダメダメな人もいる、どうしよう。ダメな場合はこれはどうすればいいんだ。じゃあちょっと一回帰っていただいてどっか涼しいところでね、休憩とかしながら、はい、ちゃんと水分補給して、マスクも皆さん全然取ってくださいね。なんか暑かったら大変だからという感じで、まあ1時間くらい楽しんでいただけたらなと思っておりますが、どうでしょうか。私の自己紹介はね、この辺にして、月1レギュラー番組になったので、時間をかけて皆さんに私のこと知ってもらえたらなと思っております。で、そう、この番組のハッシュタグがありまして、カタカナでキナのラジオっていうハッシュタグをお願いしたくて、この番組聞きながら気になったこととか、なんか突っ込みたいなとか質問あるなみたいなことあったら、もう本当にもう今すぐハッシュタグカタカナでキナのラジオでツイートしてください。そしたら私ね、今ここに携帯があるので、そのコメントを拾って読むこともあるかもしれないので、なんか今回のゲストの方とかに質問ある方はぜひコメントをお願いいたします。そして受付メールアドレスは info@shibuyacrossfm.jp です。 info@shibuyacrossfm.jp です。なお、ツイッターなどで今月のオトラジのゲストが永井エリサさんとお伝えしていましたが、永井さんの体調不良により今月はお休みとなります。ご了承ください。さあ、この後は映画の楽しさを発信していきたいと思います。お願いします。シネラジ、この時間は映画のお話です。私と一緒に映画のお話をしてくださるのはこの方です。はい、こんにちは、竹山 3.5 の竹田ひなほです。よろしくお願いします。お願いします。何か自己紹介などあればお願いいたします。はい、竹山 3.5 という名前で、普段は歌手活動をしながら、最近2年くらい前ですけど、あの麻雀が大好きなので極めようと思って、はい、2年前に日本プロ麻雀連盟に所属しています。うん、すごいですよね、その、はい、麻雀。私麻雀全然詳しくないけど、プロってすごくないですか。なんかせっかくならなろうかと思って。すごい、なろうと思ってなれるものじゃないです一回落ちちゃったんですけど。あ、そうなんですね。はい、もう一回頑張ろうと思って。あ、すごいな。受かりました。はい、ということで今回のゲストは竹田ひなほさんです。お願いします。みんな暑いね。暑いそうですね、すごいね、すごいですね。めっちゃいらっしゃる。タオルとかね、持ってくださってる方もいて。ああ、そうなんですよ。すごい、オレンジのタオルとかは。すごいな。そう、番組がね、レギュラー化して初ゲストが竹田さんということで。はい、嬉しいです。こちらこそ嬉しいです。お久しぶりです。そうです、私たちはね、そう、関係性というと劇場版ゴードン探偵事務所ということで、はい、こちらね、ゴードン探偵事務所の説明させていただきたいと思うんですけど、こちらもともとはウェブ版のドラマになっておりましてゴードン探偵事務所は名探偵ゴードン事務所を訪ねてくる相談者を主役に据えた
短編オムニバスドラマとなっております。いつも不在にしているゴードンの代わりに相談者たちは、私が演じている一番弟子エリーとスミポンさんが演じている探偵見習いのレイラに不思議な悩みや事件について打ち明けていくというストーリーになっているんですけども、はい、こちらがね劇場版となって、はい、そうなんです、ね、そうですよね、そちらに出演されてるんですよね、武田さんも。はい、あの秘書役の、はい、秘書が2人いて、はい、そうですね、それの一人のアリスとして、うんうんうん、はい、そこでね現場でちょっとねお会いできて少しお話できましたもんね。嬉しかったです。そうですね、ここでね初出し情報があるということなんですが、お、いきます。はい、行ってください。行きますこちらのウェブドラマのゴードン探偵事務所劇場版が今年の秋に公開予定となりました。はい、これ初出しですか。初出し、もうここ初出し、もう皆さんが一番最初に知りました。皆さんの目にお届けできるということで、でさらに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 劇場版の主題歌は本日のゲスト竹山 3.5 のトライセクターとなっております。やったー、すごい、やったやった、やったで、この、ね、主題歌をね、なんともうこれは本当びっくりびっくり、私もびっくり、はい、私とスミポンさんと一緒に武田ひな子さんと歌わせていただくことになりました。なんです、めっちゃ嬉しい。3人で歌うんですよ、この歌ってくれるんですか、このトライセクター。歌わせていただいていいんですか、本当に。結構、なんか今までにない、え、ないですよね、ないような曲なんで。そうですね、私も聴かせていただいたんですけど、はい、あ、ありがとうございます。すごいテンポいい感じで、これ自分が歌うんだと思ってめちゃめちゃ緊張します。でも絶対みんなで歌ったらすごい盛り上がる曲なので。あ、そうですよね、絶対いいと思います。いや、これ結構ね重要な情報ですよ、本当に。私も最近なんかボイトレを通い始めて、そうなんですか。そうなんですよ、半年くらい通ってて、はい、いやでも全然もう歌えなくて、もう本当にもう初級から始めたのでまだまだ歌えないんですけど、でもこのボイトレの成果をちょっと出せるかなと思っていやドキドキしてるけど、どうかな。私もこの曲、うん、最近はライブでなかなか歌ってなくて。え、そうなんですか。そうなんですよ、私はちょっとあの忘れてるんで一緒に、じゃあ一緒に一からまた思い出すみたいな感覚で、はい、そうですね、ちょっとやっていけたらいいかなと思うので、これ公開するときにね、はい、この曲がどんな感じで流れるのか皆さん楽しみにしていただけたらなと思います、うん、はい、ぜひ見てください。はい、公開予定がね秋なんで、まあ、今も真夏っていう感じでは秋のことなんて考えられないって感じですけども、はい、秋の楽しみ方とかありますか、武田さんは。あのアニメですね。アニメ、もう私めちゃくちゃアニメオタクで。あ、そうなんですね。すごい、もう14年ぐらい前からずっとアニメばっかり見てる生活をしてて。そっか、はい、なんか TikTok で見ました。あ、声真似をされてますよね。そうなんです、嬉しい。あれ本当に私すごいと思う、なんかいろんなキャラクターをなんかその一つの TikTok の動画でやられてるのがあったんですけど。あ、どれだろう、ありがとうございます。なんであんな声を変えられるのかなみたいな、やっぱ歌手の方だからみたいな。いやいや、もうめちゃくちゃ聞きまくって何回も撮ってるんですけどめっちゃすごいと思って、しかもなんか元々の声質がやっぱなんかすごい柔らかくて綺麗だから、その差がすごくて結構感動しました。ありがとうなんか TikTok 見てくださいTikTok もちょっとあさってもうめちゃめちゃ見ましたありがとうございます。顔の長さをね測ってるやつ知ってる方に、あ、わかります、笑ってる方に、ね、けどもうね、なんかねメジャーで顔の長さを測るっていうのを武田さんがやられてたんですけど、なんかメジャー普通なんかまっすぐピンって伸ばして測るのに、もうなんか顔のなんていうの、周り円周っていうのかなを測り始めて、32センチですって言って、いやないないない、絶対そんなない、こんな顔ちっちゃいのに32もあるわけないと思ってめっちゃ一人で面白い、うわ天然だとか思ってすごい見てくださってますねもうめちゃめちゃ面白かった、恥ずかしい。いや、かわいい劇場版の主題歌が竹山 3.5 のトライセクターになっているので、はい、
大画面の劇場でね聴いてもらえるっていうのがすごい嬉しいんですけど、ね、どんな曲になっているか教えていただいてもいいですか？トライセクターですか？はい、トライセクターはですね、結構歌詞が奇抜というか、うん、なかなか見たことない感じで、はい、竹山の曲って結構歌詞がすごく特徴的な曲が多くてですね、うんうんうん、今回もすごい、はい、なんかキャッチーなフレーズがたくさんあるので、結構覚えてもらいやすいという感じですかね？そうなんです、歌ってほしい曲です、ぜひ。じゃあ皆さんにもね歌ってもらったらね嬉しいですね。これカラオケとかありますか？カラオケなくて。あ、これはカラオケないんだ、はい、これを機に。そうですよね、はい、これで3人で歌ってるやつのカラオケとかあって、もう、はい、それ3パートごとにね歌えたりしたらいいですよね。これ歌ってほしいです。踊りながら、うん、はい。そうだ、踊りもあるんだ。いや、私ないんですよ。ないんだ、はい、ないんだ。なんか作ったりしてゆっくりあるのかと思ってもすごいドキドキした。踊りはちょっとできるか不安だな。私もできないんですよ。普段もやらないですか、はい、踊りは。歌、うん、歌だけです。そうなんですね。じゃあ歌だけでお願いしたい、私も。できれば、はい、うん、あ、この曲がコーナーの最後に聴けるっていうことで、はい、おー、ありがとうございます。皆さんお楽しみにしてください。はい、そうですね。あ、そうだ、そう、このゴードンはやっぱ探偵がねメインのお話なんですけど、はい、武田さんが何か推理力、推理力高いですか、武田さんの。いやいや、私はすっごい頭が硬いんで、謎解きとかもめちゃくちゃ苦手で、はい、そうなんですか。多分知恵の輪とかも一生外せないです多分。なんかめっちゃ力ずくで頑張ってそう、最後の方に。そう、そのタイプ。なんか耐久力はあるんで、はいはいはい、なんかどこまででも頑張るんですけど、頑張れるけどクリアできない、クリアできない、結局できませんでしたいうタイプです。でもなんか麻雀やられてるじゃないですか。そうですね、その相手のなんて言うんですか、読む、手を読むみたいなのは得意そう、うん、そうですね、それ推理力使いそうじゃないですか結構。そうですね、うん、相手がどういうのを切ってくるかっていうのが、うん、なんか最近は一番大事だなと思って、うんうんうん、なんか人間観察を心がけてます。心がけてるんですか、はい、趣味とかですか、人間観察。趣味、そうですね、うん、なんか通りすがりの人も、はい、どうやって歩いてんだろうみたいな感じで歩き方とかですか。そうです。重心が右に寄ってるなみたいな。あー、ですです。なんで重心右に寄ってんだろうみたいな。面白い、そんなところ見ながら日々生活しているの。最近は。あ、最近は、はい、ありがとうございます。あ、この今のねゴードン探偵事務所のウェブ版では、はい、リアルという曲がエンディングテーマとして使われているかと思うんですけども、はい、こちらはどんな曲になっていますか？リアルは結構ゴリゴリのロック調の曲で、かなり歌うと気持ちいいというか、発散系ですか？発散系です。歌詞も本当に発散系で、はい、なんかもう裸の心を晒して弾けるリアルっていう歌詞があるので、うん、本当に発散系の曲で、でもかっこいいんでぜひ聴いてほしいです。トライセクターとはまた違う感じ。そうですね、でも歌詞を書いてくださったのは一緒の方で、はい、うんうん、結構系統的には似てるかなって思います。じゃあ本当にウェブ版のゴードン探偵から劇場版行くのになんかちょうどいい感じのつながりもありつつみたいな感じですね。その曲調が似てるみたいなのも、ね、リアルの方がちょっとはっちゃけてるというか。あ、そうなんですね。そうなんです。あ、これねメールがちょっと届いていて、ありがとうございます。ラジオネーム秀幸さん、ひなほちゃんこんにちは。こんにちは。今回は秘書役としての出演でしたが、いつかこんな役を演じてみたいというのはありますか？私は悪女役のひなほちゃんを見て、いつもとのギャップにやられてみたいです。暑い日がこれから続きますが、お体に気をつけて頑張ってくださいとのことです。どんな、ね、役を演じてみたい、ありますか？どんな役、うん、笑ってますけど。私は結構笑い方が特徴的って言われるんで。そうなんだ。意外と悪女は合うかもしれない。いや全然想像できない。もうめっちゃ優しいイメージしかないですよ。本当です。悪いイメージが一つもない。そのゴードンの時も秘書役でねいらっしゃったんですけども、はい、すっ
ごい優しい綺麗なねオーラがもめっちゃ出てたから悪女は想像つかないので、まあ、ぜひやってもらいたい。あ、本当ですか。すごい言ってもらえるの嬉しいです、うん、やってほしい。じゃあ次は悪女役ということで、はい、そうですね、あの頑張ってオーディション、はい、頑張って悪女役のオーディションあったらぜひ武田ひな穂さんにお願いいたします。はい、はい、次のメール、スエ&スエひなさん、はい、愛媛医療館皇太子の武田ひな穂さん、ご出演おめでとうございます。愛媛の良きところを食と見どころでアピールお願いいたします。お人柄と絶対的透明感のひなほさんを人生唯一推してます。すごい嬉しいですね、ありがとうございます。はい、いいところですね。愛媛はやっぱ、うん、あのタイが有名なんで、タイ、そうなんだ、タイ飯、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しいです。あのいっぱい、あ、みかんも、みかんもなんですけど、うん、今、はい、みかん台とかあって、え、何それ、かみかんを食べさせてタイに、はい、で、あ、育てるんだ、そう、食べるみたいな、面白いそれ。そう、ちょっとみかんの味するんですよ、本当に。本当にすごい、フルーティーな感じですか。フルーティーなタイです。フルーティーなタイ。はい、じゃあ、ぜひ愛媛行った際はみかん台、そうですね、あと海がめっちゃ綺麗なんで、ぜひ。四国は海に囲まれてますもんね。瀬戸内海、綺麗そうだ。そうですね、ぜひ海も見てください。見てください。はい、見てください。もっとね話したいけど、メールもいくつか他にも来てるんですけども、お、はい、そろそろお別れの時間となってしまいました。あら、早い。ありがとうございます。今日はいかがでしたか。ちょっと公開ラジオほとんど初だったんで。あ、そうなんですか。はい、なんかもう全然緊張してない感じがあって。いや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 、めっちゃ緊張してます、本当に。私の方が緊張してるからね。でなんか竹山さんはめっちゃ落ち着いてるから、そう、私の方がなんか ずっとドキドキ早口で喋ってるみたいな感じになっちゃって。いや、本当にあのキナさんのおかげですごく話しやすくて。本当ですか。はい、だって私初めての MC だから、助けていただいてありがとうございます。というこちらこそ。楽しかったです。いや、楽しかった。いや、はい、てかもっと話したい。ハッシュタグもね、なんか来てる。そうですね、そう、来てるんですよ。キナのツイートでしたっけ。キナのラジオ。あ、キナのラジオだ。そう、すみません、キナのラジオでね来てるんですけどね。なんだろうな。あ、でも私も阿波踊りやってて。阿波踊り。阿波踊りが徳島なんですよ。そうですね。だから一応まあ徳島出身ではないんで全然あれなんですけど、はい、四国つながりみたいな。あ、教えてください、ぜひ。阿波踊りですか。やったことなくて。本当ですか。はい、あ、隣で歌いますね、民謡。あ、そうだ。歌いながら踊れますね、じゃあ。あ、そうですね。あ、歌、はい、歌っときます、よく。あ、歌ってください。じゃあその音源を歌ってもらって、その隣で私が踊るというような形もちょっといつか実現させられたらなと思っております。はい。私たち劇場版ゴードン探偵にね2人とも出演しているということなんですけど、魅力をお伝えすることはできましたかでしょうか。できましたかね。ぜひあの伝わってますかね。秋公開なので、はい、見てください皆さん、はい、見てください。本当に、はいですね、これからもねもっとお知らせできることが、多分今はまだ秋公開主題歌歌いますということしかちょっと言えてないんですけど、そうですね、まだまだこれからちょっとね、うんうん、新しく言えることが、来月の、ね、ラジオの時も言えることがあるかもしれないので、その時はちょっと、はい、お楽しみにしていてください。はい、それでは最後に武田さんからお知らせお願いいたします。はい、私が今年に入ってからなんですけど、所ジョージさんにお世話になってて、はい、うんうん、所ジョージさんに作っていただいた曲で、はい、アルバムがリリースいたしました。お、アルバム、はい、すごい。あの CD 化にはなってないんですけど。あ、なるほど、デジタルということですね。そうです、音楽配信サイトで。あ、聞けるんですね。はい、あの、あ、はい、今 T シャツ着てくれてる方もいるんですけど。本当だ、ございますっていう愛媛の曲作ってもらいました。はい、そう、 T シャツあるんだ、ございますって書いてある。赤タオルも武田ひな穂でございます。す
すごい。でも私この曲聴きました。えすごい、もうリサーチしまくり、もう緊張してるから。いや、ありがとうございます。もう全部調べてきたもん。すごい、愛媛の、ね、魅力をめちゃめちゃ、ね、詰め込まれた曲ですよね。そうなんですよ。言われてた。いっぱいあの愛媛のことが知れる曲なんで、ぜひ聴いてください。はい、ということで皆さん聴いてください、はい、ということでシネラジ、今月のゲストは竹山 3.5 の竹田ひなほさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではね、曲を聴いていただけるということで、竹田さん曲紹介お願いいたします。はい、では秋に公開予定となっている劇場版ゴードン探偵事務所の主題歌です。竹山 3.5 でトライセクター。矢崎きなのシネラジ&オトラジ。矢崎きなのシネラジ&オトラジ。オトラジ、この時間は音楽のお話です。私と一緒に音楽の話をしてくださるのはこの方です。こんにちは。今年の6月3日にペイペイドームでデビューしたアイドル、ビジューのアカエル担当、愛を届けるラッキーセブン、愛の七穂です。よろしくお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませって言われると、いらっしゃいましたって感じですよね。いらっしゃいました。お願いします。お願いします。私は、ね、初対面ですね。そうですね、はい、今日先ほどお会いしまして、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。緊張されてますか？だいぶ緊張してます。はい、私も緊張してるので、緊張した2人でやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。そんな愛野さんは有冠富士初代歌姫オーディションで審査員特別賞に選ばれました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、審査員特別賞、はい、歌姫だって。歌姫です。すごい。
本当に応援してくださった皆さんのおかげなんですけど。そうですよね、はい、すごいな。もうこのオーディションに向けて、はい、もうグループ全員でみんなの気持ちを背負って今後の美獣の活動にも活かせると思ったので、そういうプレッシャーもありながらも皆さんのおかげで最後まで頑張ることができました、はい、おめでとうございます。3人グループですよね。はい、3人組です。そうですよね。6月3日にデビューしたばかりということで、はい、このデビューライブの映像を見させてもらったんですけど、はい、ありがとうございます。ペイペイドームで、はい、それがデビューってすごくないですか。ペイペイドーム規模がすごすぎる。なんかっていうのもデビュー前の活動は結構 SNS 中心だったりとか、はい、うん、あと勝敗が決まる対バンライブにしか出させてもらえなくて、でその詳細が決まる対バンライブのうちの一つが、はい、東西で競う対バンバトル、うんうん、で5回の予選を勝ち抜いた後にペイペイドームで全国決勝という形の対バンバトルで勝ち抜いたらデビューしていいよというミッションをプロデューサーから出されて、皆さんのおかげでクリアっていう形ですね。じゃあそれで1位になってってことですか。5回戦目で上位3組3組が東西からそれぞれ集結して最後全国決勝っていう形なんですよ。すごい。それを勝ち抜いて、はい、ペイペイドームの切符を掴んだということですね、はい、そうなんです。お客さん何人くらいいらっしゃったんですか。一番最後だと100人ぐらい。あれ、あのこのペイペイドーム、あペイペイだと全体で7000人ぐらいいらっしゃっていましたね。緊張しそうだ。緊張したんですけど、結構、うん、フェスだったので皆さんノリが良くてすごく楽しかったです。なんか盛り上げ方もめちゃめちゃ上手でしたよね。上手でしたとか言ったらなんかすごい失礼なんですけど、プロの方にされてるの。なんかだってデビューがそこのペイペイドームだったら絶対緊張しちゃうじゃないですか、はい、でもすごいそんなの感じないくらいなんかもうお客さんをめっちゃ盛り上げてて、はい、それがすごかったなって思いました。もう盛り上がってくれたのでこっちも乗ってきて、うん、そうですね、楽しさが勝ちましたね。なんかアドレナリン、はい、そうですね、めっちゃ出そう、はい、あすごいな。前野さんが所属しているビジューはどんなグループですか、はい、もうすごく個性が豊かですね。でも3人結構少ない方ですよね、そういうアイドルのグループで言ったら。そうです、結構少なくて、はい、1人はもともと舞台女優をやってる子がいたりとか。そうなんだ。私ももともとダンサーとして活動してたりとか。なるほど。あともう1人は歌がすごく上手かったりとか、はい、じゃ、はい、結構なんかいろんなジャンルで活躍されてた方が集まったっていう感じなんですか、はい、そうですね。でもそれはなんでそのアイドルになんか応募とかオーディションを受けようって、うん、なんかその女優とか役者さんやられてた方とかはなんでそう思ったのかななんて、はい、みんなそれぞれ憧れのアイドルさんがいて、はい、やっぱりその方たちみたいにたくさんの方に笑顔を届けられるアイドルになりたいっていう思いでみんな集結しました。でもそれでなんかお芝居とかやられてるのに歌もダンスもできちゃうっていうのがすごいですね。もう必死に練習しました。やっぱそうなんだ。練習期間とかどれくらいあるんですか。でもデビューまでだと、うん、一応去年の11月からステージライブはやらせてもらってたので、うん、そこからそうなんだ、はい、じゃあそのデビューが今年の6月、はい、3日だけどその前から活動はしてたみたいな感じなんですかね。結構限られた中でステージ、うんうんうん、というかイベントみたいな感じなんですけ ど、はい、どそこで経験を積んでっていう形です。あじゃあもう本当に一番最初がペイペイドームじゃなくてもいろいろなところでライブとかをやりつつみたいな感じなんですね、はいはい、そうですね。すごい なんかこのお話いろいろ聞いてたらちょっと歌声聞きたくなっちゃったなって思う人もいますよね。います。ありがとうございます。今日はスタジオで生披露していただけるんですよね。はい。お願いします。ちょっと何歌っていただけるんですか。はい、私たちのオリジナル楽曲で、うん、ドローミングフューチャーっていう楽曲なんですけど、はい、この曲は皆さんご存知 ABEX サウンドを作られた梅崎俊春さんという方が率いるチーム春さんという方々、はい、うんうん、普段は浜崎あゆみさんだったりとか KinKiKids さんにも楽曲提供されてる方なんですけど、はい、私たちのためだけに作っていただいた
楽曲があるので、いやすごい、そちらを披露させていただきたいです。歌の準備とかそうですねしていただきたいんですけれども、お願いできますか、はい、お願いします。どんな感じで歌の準備をするのか、どこで、うん、ここで歌うのかな、そっちです、ね、あーそうなんだすごい楽しみ。こんなさ初回で緊張してるけどさ、こうやって生歌とか聴けるのめっちゃ嬉しいね。え、ワクワクする、なんかすごい、しかもこの目の前にお客さんいるっていうのがすごいいいかも。準備できましたか？はい、お願いします。はい、アイナさんの準備で歌っていただきましょう。アイナナナホさんでドローイングフューチャー。緊張しました、めっちゃ緊張しました。いやよかった、いやでも皆さんにも聞いていただけてよかったです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあ愛乃さんからねお知らせお願いいたします。はい、私たちビジューは7月23日に2回しの対バンライブに出演させていただきます。五反田 G4 でのアイコロニーアイドルライブ、そして江戸っ子祭り神田明神文化交流館の方で行われる対バンに出演させていただきます。そして、私たちビジューは東京23区ツアーというものをやっておりまして、この前第1弾荒川区があったんですけど、今度8月5日6日に中野区の方のイベントに出演させていただきます。
そして8月11日、私たちメンバー全員がお世話になりました真夜中のおバカ騒ぎ10周年記念とのフェスに出演させていただきます、うん、それぞれ詳細はビジューの公式ツイッターの方に書かれているので、そちらをぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということでおとらじ今月のゲストはビジューの愛野菜々穂さんでした。ありがとうございました。じゃあ最後にね、曲紹介お願いいたします。はい、それではお聴きください。ビジューで光れドローウィングフューチャーペイペイドームスペシャルバージョン。共に行こう、手をつなぐ。矢崎希奈のシネラジ&オトラジ。
矢崎希奈のシネラジ&オトラジのエンディングです。番組がリニューアルして初回の放送でしたが、どうでしたか？ゲストに来ていただいて私としてはすごいもう安心感、やっぱ一人でやるってちょっとなかなかプレッシャーとかやばかったので、お二人が来ていただいて本当に嬉しかったです。私はどうでしたか？きなさんがすごい調べてくださってるのが本当に嬉しかったです。本当にそれはもうやっぱ初回でも緊張でしかないから、やっぱ事前のリサーチに限るなと思って、もう本当に調べまくりました。お二方すごいです、本当に。いろんな動画も見させていただきました、実は。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。初回のトップバッターで、はい、良いのかと思ってたんですけど。いやいや、もちろんですよ。もうむしろこんなたくさんの方集まっていただいて、はい、すごく楽しかったです。いや、お二方のおかげです、それは。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか反省点とかありますか？それは私かな。きなさんすごく心強かったです。もう本当ですか？はい、もう私もラジオ久しぶりで、うん、しかも生歌っていうのもあって、いやすごく緊張してたんですけど。生歌本当に、なんか私も聞いてて、自分がここの立場で歌ってたらとか思ったらめっちゃドキドキした。勝手になんか歌ってないのに、別に全然歌ってないのに、こう乗ってただけなのにめっちゃ緊張してた。すごいドキドキしてました。でも心強かったです、本当に。いやー、よかった。そう、なんかそう思ってもらったら嬉しいな。またね、遊びに来てほしいなって思います。はい、ぜひお願いします。レギュラーですよね、毎月されますもんね。そうです、毎月第3日曜日にこれから放送になるので、うんうんうん、まあ、今日は初回なので、はい、緊張の塊ということだったんですけども、いや楽しかった。でもあっという間ですね、なんか本当に1時間、うん、いや本当に。ここ渋谷なんですけど、なんか帰りとかに遊んで帰ったりしますか？帰りは今メンバーがフライヤー配りしてるので。え、渋谷で？渋谷じゃないんですけど。あ、違う。あ、そうなんですね。はい、秋葉原とかでやってるので、もしかしたら加勢するかもしれないです。じゃあこのまま、ね、視聴してくださってる方、秋葉原でフライヤーもらってください。もらってください。お願いします。もらいに行きたい。もらいに行きたい、ね、欲しい。サイン入りでできれば欲しい。確かに。ここで、そうそう、ここでもう堂々とサインもらいたい。特権ですよ、だってこんなのも。そうですよね。ここで今書いてって言ったら書いてくれる。二人とものサインをもらいたい。武田さんは遊んで帰りますか？私今麻雀ファイトガールっていう、はい、ゲームセンターにある麻雀の中の人をやってて、うんうん、それをどういうこと？そう、だから私が始めたら、はい、みんなもゲームセンターで、うんうん、対戦できるみたいな。やってるね。めっちゃ面白い。それやって帰ろうかと思ってます。はい、じゃあそのタイミングで皆さんがやったら対戦できるってことですか？あ、そうです、そうです。これはチャンスじゃないですか？皆さん、はい、だってこんなもん今からやりますって言ってくださってるようなもんだからね。はい、帰りにやって帰ろうかなと思ってます。すごい、それはチャンスだ。なんだ、あとなんか言い残したことありますか？告知とかありますか？告知投げちゃったね、私。なんかあるかなって言って二人にね。まあちょうど良い時間ということで、ですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そしてね、来月の放送は8月の20日になりますので、それまで今月の放送終了後に配信されるアーカイブで楽しんでください。で、私からお知らせがあります。7月21日の19時半からNHK の BS4K さんにて大富豪同心さんという作品がありまして、そちらに出演させていただいております。なのでお時間あればぜひ見てください。詳しくはね、また SNS などで告知させていただくので、ここに書いてある私のインスタグラムとツイッターがあるので、もうこれ今日来た方絶対フォローしてください。絶対もう今探して検索してフォローしてくださいね。今フォローしてくださいね。そこでもういろいろ情報を発信していきたいと思っていますので、ぜひフォローしてください。お願いします。では、あなたと渋谷で待ち合わせするのは矢崎希奈と武田ひな穂と愛菜奈々穂でした。ありがとうございました。ありがとうございました。初回放送ありがとうございます。カメラにも